皆様、リコイメージングステージにようこそお越しくださいました。 CP プラスの期間中、著名な写真家をはじめ様々な方々にお越しいただき、こちらのステージで使いこなし術や活用法などを独自のスタイルでお話しいただいております。さあ、これからのお時間は須崎秀典先生によります、 K3-2 が引き出す DA-DFA レンズの飛行機撮影性能です。お聞き逃しのないようにお願いいたします。須崎先生を招きする前にプロフィールを簡単にお話しさせていただきます。須崎先生は東京都生まれ、軍用民間航空の公式撮影や取材、撮影機材各社の企画に携わり、国内外を舞台に独自の飛行機写真表現を追求し続けていらっしゃいます。著書にはデジタル飛行機写真スーパーテクニック、飛行機写真テクニックシリーズ、航空自衛隊航空機カレンダーなどがございます。同カレンダーは第67回全国カレンダー展において第3部門銀賞を受賞、並びに審査員特別賞をダブル受賞されました。それでは早速お呼びいたしましょう。須崎先生です。皆さん、大きな拍手でお呼びください。改めまして、須崎先生です、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。須崎先生は、はい、航空機の写真を撮るのがすごい好きなんですよね。はい、もう飛行機の写真を撮るのが大好きで、ペンタックスのカメラとレンズで飛行機の写真を撮るのが大好きであります。お、素晴らしいご回答をいただきました、はい、ありがとうございます、はい、では詳しくいろいろ聞いていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ、これはちょっとちゃんと動きますね。それでは皆様、改めまして、飛行機写真家の須崎秀典です。私はご紹介に預かりましたように、飛行機の写真を撮るのが大好きで、何よりもですね、飛行場の外から、柵沿いから、飛行機を撮影するのが大好きです。取材を調整して特別なエリアから、撮ることもまあまあありますが、私の原点、そして未だになお一番興奮するのが飛行場外周からの来るのか来ないのか、いつ来るんだ、来たというあの瞬間がもう大好きでたまりません。従いまして、皆様と共にご一緒させ、飛行場の周辺で撮影ご一緒させていただいているわけですが、まあ、あまりに自分の世界に入り込みすぎていて、皆様には常日頃から失礼をいたしております。ここでお話をさせていただくことで、日頃の罪滅ぼしとさせてください、まあ、そのようなことを申し上げてもうなんか数年になってしまいまして、毎度の言い訳で恐縮なんですけれども、まあ、そのような私めが、今日これから、説明させていただきますのは、ペンタックスの K3-2 というカメラ、それから今日は、その主にペンタックス K3-2 を中心に DA レンズ、それから DFA レンズの飛行機撮影に対するこの性能の高さというものをご紹介したいと思います、まあ、こちらは厚木基地ルート4デパーチャーで離陸する、VFA-115 イーグルスの FA-18、 すごいなんかナイスなルート4だなって感じですけども、あそこにこう旅客機が映ったりしていますね。あれは羽田空港へ着陸侵入する機体だと思うんですけれども、あれが映るってことはなんかものすごい低いですね。ものすごい低いところをアフターバーナーオンで突っ走ってくる、最近のこのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、このイーグルスのルート4デパーチャーはすごいです。まあ、このスピード感に今や、ペンタックスのカメラとレンズは遅れを取ることがありません。まあ、そのようなことをこれから順々に申し上げていこうと思っております。K3-2 のは前身の K3 からほぼフルモデルチェンジと言っていいほどの内容向上を果たしたカメラです。これは K3 で撮影したものです。私と K3 の最初の慣れ初めは2013年スイスの演習フリーガーシー戦アクサルプ、アルプスの頂上で行われる究極のエアショー、この時に私 K3 の試作機を手にしていくつかのテストを行った後、これはペンタックスは変わったと、今までこう比較的
落ち着いたおとなしい撮影するカメラ機材というイメージだったのが、もう今や飛行機のいろんなシーンに対応できるその性能を身につけ始めたのではないかと思った瞬間、もう山を立てもたまらず、いきなり頂点のエアショーにぶっ飛んでいってしまいました。こちらの写真は月刊カメラマン社様の、カメラマン最前線という写真家 のプロフィールをご紹介いただく特集で掲載させていただいた写真ですけれども、アクサルプの演習にスウェーデン空軍のグリペンが参加しまして、谷合を高速でベイパーを引きながら旋回突破していく、これを K3 とこの時のレンズは DA560mm、 これで撮影ができました。こういった撮影をしながらペンタックス機材の性能の進化というものを私は実感し始めたわけですけれども、そして今であります。今、私たちは K3-2 という2ですね、 K3-2 新しいボディ、それからこちらは K3-2 と DFA150-450 というレンズ、新しい超望遠、35mm 版フルフレーム対応の、超望遠ズームレンズ、こういった新しいカメラとレンズ、ペンタックスの新しい製品の飛行機撮影性能を目の当たりにしつつあるわけであります。で、今日はこの冒頭にも申し上げました通り、その世界を、特にそのレンズのラインナップにも注目しながらご紹介していきたいと思います。まずご紹介するのは、DA50-135F2.8 というレンズであります。で、これは、APS-C フォーマットに、最適化された DA レンズラインの、35mm 版換算でおおむね80から210mm 相当になるレンズ、後述します HDDA FA スター 70-202.8 とこう悩ましい存在であるレンズですが、私はこのレンズはですね、DA のラインでこう自分の、皆様のこう機材ラインナップを考えられる場合には、なかなかいいレンズではないかなと思っております。先ほどのようにこう 80mm 相当ではこう情景を生かした構図が、それから 200mm 近くにこうアップにしますと、こう機体をクローズアップを非常にこう、切れ味鋭い描写で、結像してくれるレンズだと思います。ちなみに私はこのランウェイエンド このスレッドショルドマーキングの上に来た時に撮影するのが好きでして、太陽の光がレフ板のように反射してこう下がこう明るくなる、そうすると綺麗ですよね。JAL の新塗装もこの撮影効果にとてもマッチしているかなと思います。で、こちらのレンズ、ペンタックスのレンズは従来から逆光性能、逆光耐性が優れておりまして、より優れた最新のコーティングも、あるわけですが、このレンズもなかなか逆光耐性に優れております。ですので、後で紹介します DFA70-202.8 あるいはこの51-35なのかということで悩まれた場合に、皆様方がこう自分の撮影においてどの焦点距離を一番重視されているかというところでお考えになってみてはいかがでしょうか。やはり自分は超望遠が重点だということになれば、全部の機材をこう担いでいくのは大変だと思いますので、その70-200mm 相当域はこの51-35で軽量化してこう機動性を持たせるという考え方もあっていいのあるのかなと思っております。さて、次にご紹介するレンズは 60-250mmF4DA スターのレンズであります。こちらはだいたい 90mm 35mm 版換算で 90mm から 380mm 相当、おおむね 100-400mmF4 的な使い方ができるレンズです。これは軽量でシステム全体を軽量にまとめられる APS-C フォーマットの K3-2 そして DA レンズのラインナップによる効果だと思います。主にミリタリージェットでは着陸のシーン、
から大型機でありますと、よりこう迫力のあるあのアングルを狙うことができ、それから、おおむねあの大 ほとんどの100、400ミリ的な製品というのはあの F 値が可変いたしますね。 4.5 から 5.6 とか。しかしこちらは F4 開放、開放 F 値 F4 投資ですので、あの光量の足りない条件でありますとか、こう幅広いシーンにこの十分な露出を得ることができます。でこちらはあの微妙にこれ400番チッピー4なのがお分かりいただけますでしょうか。なかなか円形で小さいのにバシッと改造しますよね。これがあの DA ズームレンズ、 DA 望遠ズームレンズ のなかなか素晴らしいところであります。こう400番をシルエットに使ってもなかなか贅沢でありますが、さて次に参ります。次は、300mm、 DA300mm、 DA スター 300mm F4 ですね。こちらは K3-2 に装着しますと、おおむね460mm 相当、 35mm 版換算で 460mm 相当になるレンズです。だいたい 500mm 近いレンズともなれば、戦闘機の離陸シーンなどにも十分対応できます。まあ、こちらは着陸になりまして、これは航空自衛隊百里基地、茨城県にあります航空自衛隊百里基地のウエストランウェイ、西側にあります2つあるランウェイ滑走路の西側にありますウエストランウェイに着陸する航空自衛隊の RF4EJ 偵察機であります。このウエストランウェイは非常に、フェンスまでの距離が近く、私の知る限りでは世界最高の撮影条件、撮影環境、これほど外作から近寄れる、近づける場所はないと思っております。ですのでそこでこの DA スター 300F4 をつけた K3-2 で狙えば、まあ、このようにまるで基地内取材をしたかのような、もう基地内取材でもちょっと難しいぐらいのきつい角度でド迫力ショットが狙えるわけです。ただしこのウエストランウェイの仕様といいますのは、現在では主に着陸に限られているようであります。もうごくまれに離陸に遭遇する場合もありますので、皆さん行って運試しをされてみてはいかがでしょうか。でその場合にこの軽量な DA スター 300mmF4、 500mmF4 というとこんな大きいレンズですが、この DA スター 300F4 であればこんなにコンパクトな大きさでありながら、こう 500mm 近い焦点距離、実撮影画角を得られますので、この距離を高速で離陸する F4 ファントム、その動きにもスッと苦もなく追うことができるでありましょう。こちらは白母に、離陸する飛行共同軍アグレッサーの F15DJ を、撮影したものですけれども、あの F4 開放のレンズですので、あの光量が足りなくなってきても撮影を続行することが可能です。そして K3-2 ですが、まあ、APS-C2400万、約2400万画素のカメラでありますけれども、後述集させていただきます、あのノイズの圧縮効果、ある実用的な、プリントサイズでありますとかにこう縮小する場合に、こうノイズがこう小さく、その粒が小さく見えていきますので、まあ、このような大画面で高感度の写真をお見せするというのはなかなか難しい部分が本来はあるかもしれませんけれども、あの実際のこうプリントに、例えば A4 サイズ以下程度のプリントにこう持っていった場合に、意外にもこう高感度特化型の小画素フルサイズ機に負けない、その実用的な高感度撮影ができるということを、お伝えしたいかなと思います。それからこの 300F4 と相性がいいのが HDDA AF リアコンバーター 1.4 倍、リアコンバーター、テレコンバーターというものは、まあ大体こういろんなレンズ、ほぼ多くのレンズにつけられまして、で焦点距離を 1.4 倍に伸ばすものですけれども、
まあ、大体10杯人からげに拡大することになりますので、まあ、全てに対して光学性能がベストかというとそういうわけではありませんが、まあ、ちょっと聞いたような話なんですけども、この 1.4 倍リアコンは 300F4 は特にターゲットとして設定されているようなところがあるようであります。そうしますとこの 1.4 リアコンバンダーを 300F4 につけ、さらに K32 にセットすることで600ミリオーバーの焦点距離を得ることができ、このように着陸などでこう迫力のあるカットを得ることができます。さてリアコンバーターのお話をちょっと脱線させていただきますと、こちらの着陸の写真をご覧ください。こちらはですね DA560mm にリアコンバーターを装着して換算約1200ミリ相当で撮影した着陸の写真であります。で本来ですと K32 は合成 F 値が F5.6 以上になりますと AF 作動を保証外としております。ですので DA560 開放 F 値は 5.6 ですので 1.4 のリアコンをつけると合成は F8 となり、まあ、本来 AF は作動しないはずなのですが、K32 の場合このペンタックスの K32 の場合 AF は作動します。一応作動します。でその精度というものは、まあ、その時その時というところもあるかもしれませんが、私が試す限りでは結構着陸ぐらいだと意外にいける。でこの写真ちょっと面白いところがありまして、着陸侵入というのはだいたい正面から撮るとこんなふうにこう仰いでしまうケースが多いですよね。でもこれはなかなかこうナイスなアングルで接近していますが、これからくりがありまして、この機体が、オーバーヘッドアプローチをしダウンウィンドに入りベースターンしてくる。でこの操縦士さんはベースターンをほぼオーバーヘッドアプローチの高度を維持したまま行い、で滑走路に正対しましたら水平直しました。ということは設置点までかなり高度があります。でここからドーンと落っことしていくのが、まあ、空母搭載機の着艦方法でもあるんですけども、この時この操縦士さんはこの高度を減衰させるのに機首を下げました。横から見るとこういう感じで降りてきました。つまりほぼ正面にします、私にこう向かってくる方向の角度で降下してきたわけです。従いまして、仰ぎ気味ではないアングル、やや正対するアングルでの、機体の降下姿勢と、それから1200ミリも長い焦点距離により、こう遠くの機体を引き寄せることができる。これによりましてこの角度が実現し、さらに厚木基地の上空というのは航空路がありまして、でそこを行くおそらく JAL 機でありましょう、旅客機が交錯する瞬間をこう撮影することができた。こうバックに何か遠くに何か一つ入るだけでいつもの着陸シーンとはまた違った雰囲気を得ることができて面白いものですね。でこちらの写真なんですが、冒頭でご紹介に預かりました通り、文林堂航空ファン様が出されておられる、航空自衛隊航空機カレンダー、こちらは今年の、カレンダー展で、銀賞、それから審査員特別賞、浅場克美賞というものを受賞されました。でそれまでも入賞の、経緯が何回かございまして、でその航空自衛隊航空機カレンダーの去年のものにこの写真を掲載したんですけれども、こちらは撮影は K3 でありますが、レンズは DA560mm にリアコンバーターを装着したものです。でその航空自衛隊航空機カレンダーは半径が A2 サイズ、横56センチあります。横56センチあるものを壁に貼って、まあ、十分こう目視でこういじめるように至近距離で観察することもできるわけですね。そういうものでありますとやはりこう荒いクオリティというのは残念であります。しかしそのクオリティが要求されるカレンダーに、こうペンタックスのカメラ、それからレンズ、そしてちょっと規格外なセッティングのリアコンバーターによる構成、これでその印刷に十分どころか、もう素晴らしいクオリティで印刷をすることができた。そして申し上げたいのは、このように撮影データが出ないところ、機材レビューとかこのステージのための撮影ではなく、
撮影データの出ない実際の仕事において私はペンタックスのカメラとレンズのシステムを使わせていただいております。ですのでもしあの写真 なかなかって思われてましたらひょっとするとそれはペンタックスとのカメラとレンズで撮影したものかもしれません。さて、今まで申し上げたレンズを保管するレンズとして、DA スター 202.8 というレンズをご紹介いたします。こちらは K3-2 に装着しますとだいたい 300mmF2.8 相当として使えるレンズ、光量の足りないシーンなどで威力を発揮します。こちらは今、インプレスさんから発売されてこの会場でも発売されていると思うんですが、カメラとレンズの疑問108という本に掲載されている本でこちらは K3 での撮影になるんですけれども、ISO6400 という高感度での撮影です。でそちらの本をご覧いただくと、お分かりいただけると思うんですがこう縮小してほぼ掲載サイズまでいきますと先ほど申し上げましたその全体のこうノイズの圧縮効果によりそれから K3 あるいは K3-2 の2400万画素という高速の圧縮効果によりちょっと見 ISO200 そこらで撮影したんじゃないかなと思うようなお綺麗な印刷仕上がりになっています。ですので K3 あるいは K3-2 というものは高感度撮影に おきましてもその多画素を生かして意外なまでの前線を期待できるということができるでありましょう。でこちらは広角レンズの説明をちょっと挟ませていただこうと思いましてこれは、ね、昨年、北米に、DFA レンズの、取材で回りましたときに撮影したカリフォルニアエルセントロ基地で撮影したブルーエンジェルスの写真でありますがこれを撮影した、レンズは DA1685 というレンズであります。 HDDA1685、だいたい35ミリ換算で28から130ミリ相当ぐらいになるレンズ、大変コンパクトであり、逆光にも強くシステムのこう標準側を持たせるにはいいのではないかなと思います。で同じくこちらは、DA スター 1650mmF2.8、先ほどの HDDA1685 とは違いまして開放が F2.8 となります。望遠側は 50mm となりましてだいたい 24mm から 70mmF2.8 相当のズームレンズとお考えいただければよろしいかと思いますが、開放は F2.8 と十分ありますのでこうやはり光を生かしたいろんな撮影に対応することができます。ところでこちらの、撮影した飛行場ですが、これはイギリスのマンチェスター空港というところであります。昨年私は DFA レンズのご紹介で、アメリカのさまざまな航空シーンをご紹介しこちらの例えばデスバレースターウォーズキャニオンにおけるローフライングショットなどをご覧いただきました。その時私はこの写真をお見せしながら、米軍機が飛んでくるであろうところになぜデンマーク空軍がでこれをこじつけましてこれはきっとペンタックスの機材を持ってヨーロッパの航空シーンヨーロッパの航空ショーにもいらっしゃいということでありましょう皆さんなのとなんかこう調子のいいことを申し上げたんですけども何のことはない釣られて行ったのは私でありまして昨年の夏に私はオールペンタックスシステムでロイヤルインターナショナルエアタトゥーイギリスで行われます世界最大の、ミリタリーエアショーに、このロイヤルインターナショナルエアタトゥーを含む運日間のイギリスの旅に出かけてまいったのであります。ちなみに機材的なことを申し上げますれば、K3-2 こちら K3-2 と150-450mm で撮影しておりますけれども、中央1点あるいは中央付近の AF セレクトで、撮影しますとこのような構図が完全に中抜けしてしまいますが、新しい K3-2 の色情報を認識するその自動選択27点の追尾 AF システムなどによりこのような変態飛行でもこう AF が抜けてしまうことなく撮影することができております。最初にご紹介したいのは待ちに待った
HDDFA スター 7200mmF2.8 ついに発売日が決定したようですね。皆さんおめでとうございます。まあ、このレンズにつきましては昨年から私、使わせていただいておりまして、その素晴らしい性能もうさ使い始めた頃からその素晴らしい性能を、体験しておりました。こちらの、写真、まあ、イギリスの最北端、ロイヤルエアフォースロッシーマス空軍基地、地元撮影愛好家の皆様がロッシーと呼ぶこの飛行場に、で撮影した、イギリス空軍のタイフーンのちょっとこのカーソルこちらへ着陸シーンであります。このような、引いた情景的な構図、こちらはナンバー15スコードロン、の、100周年記念塗装機の着陸シーンですが、先ほどのように引いた場面、それからこのように機体を中心とした場面、もういずれにおきましても、もう新しい 7200-2.8 の澄んだ鋭い結合力性能、光学性能により、こう円形でももちろんアップでも、もうどちらにおいても非常に優れた解像力を得られることに驚きました。ちょっと一回写真を送ってみました。あ、これか。ではちょっと一旦戻りまして、こちらのレンズ、まあ、長くお待たせしたんですけれども、何か性能に問題があったということではございませんで、もう当初から非常に素晴らしい性能を発揮しておりました。で、その素晴らしい性能をより安定した状態で供給するにはどうしたらよいか、こういうところに開発の皆様は心血を注がれたようであります。まあ、飛行機に例えますと、こうホマレエンジンを採用したハヤテ、銀河といったところでありましょうか。あまりに高性能なエンジンであるがゆえに、こう実戦での調整に大変苦労を要したという、しかし額面性能を発揮すればこれに勝るものはなかったという、そのエンジンに例えたいかのような、まあ、苦労が注がれ、でここに実ったレンズと例えさせていただきます。でこちらですけれども、こちらも、7200-2.8 で撮影した、これはエアタトゥーで撮影した写真です。フランス空軍ラム X デルタタクティカルディスプレイのミラージュ 2000D スネクマ M53 エンジンのアフターバーナーを全開にして超低空で離陸するところであります。でこれをスピード感を出して撮影してみないみたいなと思ったんですけれども、この時に威力を発揮したのが K3-2 の新しいシェイクリダクションです。このシェイクリダクション、シェイクリダクション2と呼びたい、K3 にも、それからその以前のペンタックスの機材にも、カメラにもシェイクリダクションはあるんですけれども、この K3 の SR は、ジャイロがそれまでの K3 ともそれ以前の、ペンタックスのカメラのものとも、手ブレ補正用のジャイロが違います。で加えまして、私もテストをさせていただいたんですが、流し撮り検知対応の、SR 制御ファームウェア、これを完成させまして実装いたしました。それによりまして125分の1秒で、ミリタリージェットの超低空高速離陸を撮影しても、これを合わせまして、このレンズの解像力もご覧いただけると思うんですが、このようにこうスピードがありますので、こう飛行機というのはこういうふうに幅がありますので、ね、ここが止まってもシャッタースピードを下げると、この軸線から外れた部分というのはこの移動の速度、角速度が変わりますので、このドロップタンクはちょっとブレたりしてますね。しかしこの胴体部分はバッチリとピントが合っている様が分かります。まあ、これが新しい 7200-2.8 のレンズの性能、そして新しいK3-2 の、シェイクリダクションの威力と申し上げたい。こちらはさらにシャッタースピードを下げまして80分の1秒としました。何もそんなに下げなくてもっても思うんですけども、なんか聞くとなると下げたくなりますよね。まあ、だいたい80から60分の1秒を切ってきますと、いかに正確に撮影したとしても、先ほど申し上げました角速度の問題でだんだんいろんなところがブレてまいります。で、まあ、それを、お好みとされるかどうかは皆様それぞれのお考えかと思いますが、
その撮影のアシストをしてくれるのが K3-2 の新しいシェイプリダクションだと言います。でちなみにあの K3 でその制御ソフトをテストしていたのなら K3 にその K3-2 相当の、SR ファームを入れられないだろうかというちょっとおねだりもしたくなるんですけれども、これは申し訳ありません。残念ながら先ほど申し上げましたそのジャイロは交換されているということ、それからこれはオートフォーカスもそうなんですが、K3-2 はオートフォーカスが、その制御ソフトも含めてブラッシュアップされています。 K3 よりブラッシュアップされているんですけども、このオートフォーカスの方もちょっとパーツが微細に K3 と違います。これらの理由から、まあ、残念ながら K3 から K3-2 へ K3-2 相当とするアップデートを行うことはできません。皆様ぜひ K3-2 にこうアップグレードしていただくのがここは近道かなと思います。だってこのレンズは F2.8 開放でありますので、あの明るさだけならずボケを生かした表現というのも得意にしております。このように、後ろにアブロバルカンを従えたレッドアローズのポートレート、だからおこれは我らが海上自衛隊の P1 ですね。エアタトゥーという日よけがついているではありませんか。これは男らしい出来事がありました。我らが国産の純国産の哨戒機 P1 がはるばる海を渡りイギリスの、世界最大のミリタリーエアショーに参加したのであります。その姿をこの 7202.8 で印象的に捉えました。でさらにその離陸ですね。この離陸シーン、まあ、あのどこかにそのロイヤルエアフォースフェアフォード空軍基地 の光景が入っていてほしい。はるばるこの機体が海を渡ったと、そしてなんとデモフライトを行ったということをこう構図に捉えておきたいと思いましたときに、この7200もともとズームレンズがありますが、その構造ですね、ズームリングが手前ではなく先端にある。これによりましてこう撮影しながらまるでピントリングを合わせるかのようにこうズームを調整してこう一番いいところで撮影時にピタッともうトリミングフレーミングを決めて後から切るのではなくですね、最大限に光学性能、それから K3-2 の解像力を生かしてベストのフレーミングを決める。これがこの 7202.8 レンズではできたわけであります。まあ、ここだけで撮ってしまいますとちょっと厚木市でタッチアンドゴーしているのかなというふうにも見えてしまいますので、まあ、この、印象に残る1枚が撮影できたのは、K3-2 とその新しい 7202.8 の威力であろうと思っております。そしてこの時この P1 のデモフライトに合わせるかのようにこう新しく来るものもあれば去るものもある。こちらは、イギリス航空文化の魂を象徴するかのような、アブロバルカン、こちらの機体は、長年バルカントゥーザスカイトラストという団体がボランティアそして義援金をによって長年こう飛行可能状態に維持してきた機体なんですけれども、昨年惜しまれつつ、引退、飛行展示から引退しました。でこのロイヤルインターナショナルエアタトゥーでは最後のデモフライトを行ったわけですが、やはり下にこう景色が入っていってほしいなと思いましたときに、このバルカンの離陸の形態なんですけれども、私がよく昔あのこのバルカンの離陸ディスプレイファイトでのバルカンの離陸を見て思いました、あの見た時のパターンといいますのは、まずガーッとこう加速してきましてグワッとこう持ち上がったらこういうふうにこうハイアングルテイクオフしていくわけなんですね。ですので、まあ、この時もだいたいそのようなイメージをしまして、ほぼテレタンで構えていれば、まあ、大体自分の選んだこうポジションからこういう感じで取れるんだろうなと思っていたんですが、この時はこう来まして、あ浮いたよし
ちょうどいいかなと思ったら、そこからこういうふうに旋回を始めまして、これが単焦点レンズであったらもうここずっぱりになってしまいまして、もう食いても食いきれない、こういうところになるところだったんですけども、この 70-200mm f2.8 のスムーズなズームリング、それからズームリングが先端に位置している、ちょうどレンズを保持するところに位置している、これによりましてズームリングをスッとこう引いて瞬間的にこのフレーミングを得ることができたわけです。これによりましてもうまさにバルカントゥーザスカイ、バルカン大空へという構図を得ることができたのはこの K3-2 と 70-200mm2.8 のおかげだったんだと、もう撮影した後に感慨ふけることをしきりでありました。ちなみにちょっと余談ですけれども、私先ほどから皆さんご見ていただいて、こうマウスを左に持ってきたっていうのはお分かりでしょうか。私この左手の操作というのは結構こだわっておりまして、まあカメラはまあもちろん右も使うんですが、左手でズームリング、あるいはマニュアルフォーカスならピントリングも操作しますので、私日頃からパソコンのマウス操作は 100% 左手、歯を磨くのも左手、何か重いものを持つのも左手、なるべく左手で何かしようと。でこれによってもう結構な長い年月が経つんですけど、最近では若干こうお箸も左手で使えるようになってきたかなみたいな、何になりたいのっていう感じなんですけど、まあ、そのような心がけをしております。さて時間がおこちらは、でここからは 150-450 レンズの説明に移らせていただきたいと思います。まあ、同じように、シェリックリダクションを使用し、こうバックを流し、それからプロペラが一周するぐらいの勢いで、低速シャッター、これは125分の1ぐらいで撮影しておりますけれども、この場所でありますが、こちらは、イギリス空軍の塚の練習機、これは200分の1秒ですね、ブリティッシュグリーンがきれいに流れて、この流し撮りの効果を生かせております。そうです、こちらは、イギリスの世界でも有名な撮影地、マハンレースループ、人呼んで、略してマックループと言われるイギリスの名物ローフライング撮影エリア、ここに私ペンタックス機材を長年持っていきたいと思っておりました。ついにこの K3-2 と DFA レンズを手にして、その夢が叶ったと言います。写真は一旦変わりまして、こちらは、イギリス海軍のヨーヴィルトン基地で行われましたエアショーでの写真、こちらも 150-450 のでの撮影ですが、これは、シーキングヘリコプターがこう発煙弾フレアを散布してこう上昇する瞬間を捉えました。 K3-2 の 8.3 コマ秒の連射性能、それから 150-450 ズームレンズですので、だいたい散布域にを想定しまして、こう画角をこう立っている場所から目の前にフェンスがあったりしますので、構図のこう調整できる余地がなかなかありません。それを微調整してこうベストショットを打ることができました。ちなみに、K3-2 でこう連射を行う場合にはオートフォーカスのセッティング、これを、連射間にフォーカス優先とするか、オートにするか、コマ速優先にするかで連射のスピードが変わります。K3 ではフォーカス優先にするとコマ速が若干こう所望通りにならない場合もあったかと思いますが、 K3-2 ではこの部分の性能が、向上しております。こちらはエアタトゥーの写真になりまして、パトリードフランス、フランス空軍アクロバットチームパトリードフランスの演技であります。このように全体の光景を捉えるにも、それからアップで、ソロ機の、フライトを撮るにも、おおむね35ミリ換算で、200から、約700ミリ相当となるこの150-400ズーム、K3-2に装着するとですね、テレタンが690ミリにもなりますので、非常にこう航空ショーにおいては決定版といえるあのズームレンジを持っているのではないかなと思います。こちらは、フランス海軍のエタンダール、スーパーエタンダールモダナイズド、噛みますね、フランス語で申し上げるとシュペルエタンダールモダリーゼという飛行機、こちらももう間もなく引退するんですけども、これを撮影した時の状況といいますのが、
私これ予行で撮影したんですけども、まあ、一体こうディスプレイチームとかありませんのでパターンがよく分かりません。ですので最初のフライトですので、どう飛んでくるか分からず、このようにセパレーションを取ってまず来たんですね。私ここで、おやったコンバットピッチだと、こう来るだなと、でこちらを、ね、狙っておりました。そしたらファインダーの中でこちらがこう行きまして、あなんだこうかと思ったんですが、その時にいや違う、あのデモフライトマニアなフランス軍海軍空軍がこんなことするはずがない、こうだと思ったんですね。ブルー航空自衛隊ブルーインパルスというところのタッククロス、クロスターンをやるんだと、まあ、根拠はありません。こういうことを今申し上げたようなことをまるで野球漫画のようにこう投球からキャッチまで数ページ下手すりゃ1話を割いて表現するから、そういう高速でバーッと考えが巡りまして、あこれクロスターンだと思ってちょっとファインダーの外を覗いたら、もうこんなんなってもう最高だっていう角度でもう来ておりまして、あダメだやられたと思ってもう構え直したところ、もう K3-2 と DFA-150-450 はまるで私の意思を読み取ってくれたかように、スッとこの機体にフォーカスと合わせてくれたのであります。そこで私はもうただただカメラに任せてタタタッと4コマほど切ったでしょうか、その中にこの1枚が映っておりました。まあ私はそれでもちょっと悔しくてですね、もう今日はペンタックスのおかげで撮らせてもらったけど、明日は俺の力で撮ってやるぜ。で次の日臨んだら、次の日はどんぐもりでした。まあこれが大体私の力、私の運というものであります。したがいまして、この写真が撮影できたのは DFA レンズと何か K3-2 のおかげと申し上げたい、白状いたします。こちらはギリシャ空軍 F16 ゼウスデモチームですね。凄まじい塗装ですね。雷神ゼウスとギリシャの国旗を、何かこれこの塗装だけでエアタトゥーの賞を取ったとかなんとか、これがこれですね、450ミリ側での、つまり細胞炎側での撮影になります。この一切のにじみがなく、線も散りつかず、スムースに切れ込むゼウス様の絵も克明に、これが150-450の描写力なんですね。そして、K3-2 ペンタックスに限らず、胴体 AF というのは向かってくる方向、それから角度方向が変わりまして、今度追う方向、こういった変化というのは常に課題であります。しかし K3-2 ではこのアングルで撮影できることからも、できたことからもお分かりのように、この奥行き方向のオートフォーカスが K3 に対して改善されたということがお分かりかと思います。うわ時間なくなったわ、ダメだったな、すいません。150-450の写真はこんな感じで送らせていただきまして、560ミリレンズ、そして一番望遠のレンズが560ミリレンズ、これが私の主力手法と申し上げたい。これでローフライングエリアも撮影いたしました。この DA560mm の解像力をご覧ください。もうですね、なんかカミソリで、ちょっと待って、切れ込むようなこの性能を持っておりまして、ちなみにですね、まずいか、私これフルサイズの方でも、テストさせていただいたんですけども、フルサイズの画面も若干隅は暗くなりますが、ちゃんと結像がカバーされております。で K1 ですね、3600万画素で撮影して思ったんですが、このレンズの解像力はすごい、本当にそう思いました。でこれほど長いレンズですけれども、 K3-2 のシェイクリダクションによって、このようにオスプレイのローターを回すことも、低速シャッターを回すこともできますし、そして優れたオートフォーカス性能によりやってまいりましたトーネード、このシチュエーションもお話ししたかったですね。これも撮影でき、さらに、高感度特性、
たびたび申し上げておりますが、これはマンチェスター空港で、白母に撮影した、旅客機の離陸ですけども、好感度2000、そしてシェイク・リダッシュ君の意欲を発揮しまして、換算860ミリ相当でありながらも、このような迫力ある撮影が可能です。そして今申し上げました通り、約860ミリの画角を実撮影画角を持っておりますので、デモフライトの縦系の軌道、それから私も大好き、おそらく皆様も大好き、戦闘機の急旋回、そしてアフターバーナー、アフターバーナーを撮るためにはなるべく後ろからこう覗かんというかですね、そのためにはやはり長いレンズが必要になります。このような狙いの時にこの DA560mm は非常に威力を発揮してくれると思います。というわけでご覧いただいてまいりましたが、私とペンタックス様のお付き合い、ペンタックス機材のとのお付き合いは、振り返ること K5-2S をもってまずランカウイ島のリマ航空ショーに行き、だからフリーガーシー船アクサルプへ K3 をもって標高2900メートルの山に登り、さらにはカリブ海のセントマーチン島へも、行きまして、さらに、カリフォルニアエルセントロ基地でブルーエンジェルスのウィンタートレーニング、ラスベガスマッカラン国際空港で、ホテルバックの撮影、そしてデスバレースターウォーズキャニオンでの DFA レンズの撮影と、もう世界中をペンタックスカメラ、そして DFA レンズとともに旅してまいったわけですが、そして今回に至り、このローフライングエリア7、イギリスの低空飛行訓練区域での撮影ですけども、ここでもう一度、これをご覧ください、DA560mm によると、K3-2 の動体予測 AF2400万画素の解像力。もう舐めるように見たくなってしまいますね。このように、ペンタックスのシステムとともに世界を見て回ってきているわけですけれども、ここで申し上げたいのは、今やペンタックスの K3-2 を含めたカメラ、デジタル一眼レフカメラと、なんか DA レンズ、DFA レンズは世界のあらゆる航空シーンに対応できるということは、この写真をご覧いただいてお分かりではないかと思います。そして、僭越ながら私も航空写真界のペンタクシアン、アビオペンタクシアンとしてその称号をいただいてもよろしいでしょうか。今後も、ペンタックス機材とともに世界を、旅して回りたいと思っております。皆様引き続きペンタックスのカメラとレンズにどうぞご注目をいただきたいと思います。あっという間でした。ありがとうございました。佐々木先生ありがとうございました。それでは皆様もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。また明日。いかがだったでしょうか。とても熱い話が聞けましたよね。さあ、ただいまご紹介いただきました佐々木先生が撮影に使用された K3-2 やレンズはステージの左手のタッチ&トライコーナーに展示がございますので、ぜひお立ち寄りください。また須崎先生の作品もステージ後方のギャラリーに展示がございます。ぜひこちらもご覧ください。さあ、こちらリコイメージングブースでは様々なリコイメージング製品をご紹介しています。ステージでは著名な写真家の皆さんによるトークライブをお届け、ステージ向かって左手では一眼レフカメラと各種レンズのタッチ&トライコーナー、ペンタックス K1 ほか各種ボディと645、K9 の各種交換レンズ、アクセサリーをご体験いただけます。ステージ向かって右手では360度の全天球撮影が可能なリコーシータをご体感いただけます。またミニステージでは写真家の谷口泉先生によるセミナーと実演デモを行っております。そしてその後方ではコンパクトデジタルカメラのタッチ&トライコーナー、高性能な GR2、 防水防塵の WG シリーズなど
当社らしい特徴あるコンパクトデジタルカメラをご体感いただけます。そしてブースの奥2階では双眼鏡とスポッティングスコープの体感スペースがございます。体感していただいたお客様には限定のステッカーをプレゼント。こちら数に限りがございますので、ぜひお早めにご体感ください。さあブース内くまなくお楽しみください。リコイメージング製品の新たな魅力を発見していただけます。また K1 発表に合わせて日本各地で体感&トークライブを実施いたします。詳しくはブース受付にてお配りしているリーフレットに記載がございますので、そちらをご覧ください。そしてこの後こちらのステージでは新製品プレゼンテーションを実施いたします。引き続きご覧いただければと思います。それではこの後もブース内ごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。